なんだか機嫌良さそうって？ひん、わかる？わかっちゃうかな？なんと私、アークス職員に特別枠で合格もらっちゃいました！才能ない人の採用って、特例も特例らしいんだけどね。なんでも、すっごく偉い人が、たまたま私の頑張りを見てて、許可を出してくれたとか、なんとか。これ、私にとってもびっくりでさ。今こうして話してて、ようやく事実を受け入れてきた感じ。うん、うん、私、やったんだ。よかった、よかったよ。これでようやく、胸張ってあいつと話ができそうだ。長かったな。あなたにも感謝してる。今までずっと話を聞いてくれてありがとう。すごい助かった。これからは同じアークスとして仲良くしてね。それじゃ。元気そうに見えます？そうですか？そうなのかな？まあ理由は自分でも分かってます。知り合いが久々に笑っていたので、それにつられてですね。ずいぶん迂回しちゃったけど、やっと追いついたとは彼女の弁です。いろいろからかわれたりもしました。でもその時の彼女はなんだか無理していない昔のような感じがして、ほっとして。ああいや違う、そうか、無理をしてたのは僕か。彼女に何としてずっと、だから彼女も無理をするなって。ああなんだ、そういうことか。ああすみません、なんだか一人で納得してしまって。つまりですね、僕がバカだったってことなんです。でもこれからは大丈夫だと思います。僕がバカでも彼女がいれば多分いさめてくれますから。おや、君か。今日も探索かい？精が出るね。以前は世話になった。改めて感謝。おや、知り合いかい？なら紹介の必要はないね。いや何、このことはこの前から懇意にさせてもらっていてね、竜族の文化を学ばせてもらっている。私もまだ未熟なみ、さまざまな見聞を伝えてき、我が身の糧としたいのだ。彼女とは利害一致の話し相手さ。彼女の話すことすべてが新鮮で素晴らしく有意義なんだ。ん？ライト君？ああ、彼なら私の姿に赴き逃げた。少し残念であった。男の風上にも置けないよ。女性の姿を見て逃げるなんて無礼にも程がある。だがアキサの話は有意義だ。興味深く楽しい。それは光栄なことだ。そうだな。では次は男性感と
女性間の話をしようか。ということで、私たちは今しばらく会話に勤しむことにするよ。それじゃあね。元気ですか？元気そうですね。リサはちょっとくたびれ中ですね。ダーカーが多くて面倒なんですよ。じっくりとお相手してあげたいんですが、数が多いとそうもいかないんですね。増えましたよね、ダーカーが。いっぱい倒せて楽しいですけど、多くて面倒なのは嫌ですね。リサは倒すのは大好きですけど、倒されるのは好きじゃないんですね。一方的にやりたいんですよ。だからダーカーももう少しリサに気を使ってさっさとやられて消えていってほしいですね。嫌いなものはいっぱいありますが、やっぱりダーカーは一番嫌いですね。人間よりもずっと嫌いですよ。安心してくださいね。あなたはどちらかというと好きな方に入りますからね。はーい、アークス1の情報屋パティちゃんです。ピアです。すっごいアークスって知ってる？何がすごいって？何もかもがすっごいの。翻訳すると、アークスの中で絶対命令権を持つ6人、六房金庫のこと。そう、それ、私この前生で見ちゃったっぽいんだよね。なんかもうドカーン、ズバーンって感じですごかったよ。見たと言っても遠目にだから参考にしないでね。でも図抜けた力は本当みたい。仰々しい名前をつけるだけはあるってことね。どこから見ても普通っぽい小さな女の子だったのにすっごいよね。私も頑張ればあんな風になれるのかな。絶対無理。発布されています。アークス各員はクエストカウンターより逐次出撃してください。